こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、Amazon 輸出、サポート、え、関するね、7つの質問をいただいたんで、それにお答えします。まず、1番目の質問。マニュアルは存在するのでしょうかと。まあ、動画またはテキストということなんですけど、えー、まあ動画は、回答動画をね、えー、公開したり、あるいは会員さん限定で、えー、サポートメルマガで流したりしますけど、 原則マニュアルはありません。これは操作方法に関して言えば、まあ、10分一昔という Amazon のスピードではですね、マニュアルを作っても役に立ちません。まあ、ほとんどの場合、マニュアルを送って、画面が違いますとか、その項目ありませんっていうのがね、えー、頻発します。ですのでね、もうマニュアルという形はやめました。で、わ、えー、かんないところはもうその画面を、えー、キャプチャーして質問してもらうとか、 画面キャプチャーできなかったらデジカメ撮って質問するとかね、えー、これとこれとこれが書いてありますけど、どこを押せばいいんでしょうかというふうにね、えー、質問して回答してます。それから商品探しについて、これマニュアルでね、一般論を教えただけで、商品を探せる人は一人いいです、まあ。ほとんどいないですねで。個別の商談を、相談をね、チャットワークに書き込んでいただき、まあ、動画や記事を作って回答してます。 あとはまあスカイプでね、いろいろ聞いて、まあ、じゃあこう言ってこういう商品を探しましょうというような回答をしてます。2番目の質問です。サポートは個別サポートなのでしょうかと、ね。はい、えー。完全個別サポートです。スカイプサポートを月2回、1回45分利用可能です。まあ、これ予約して使ってください。 それから個別チャットワークはね、回数無制限です、えー。もう思いついた時に夜中でもね、朝方でも思いついた時に書いていただければ、えー、私が見た時に回答しています。3番、仕入れはどこから行うんでしょうか、まあ、日本の Amazon でしょうかと。えー、日本の Amazon も使えますが、ダイソーや家電量販店、デパート、ハンズやロフトなど、リアル店舗も使えます。 ちなみに日本アマゾンからの仕入れは真っ先に飽和する仕入れ先なので日本アマゾンからだけの仕入れという方法は取りません4番サポートは誰が行うのでしょうかはいサポートは私が直接行います5番サポート代金は何ヶ月ぐらいで回収可能でしょうか 半年のサポートで月額30万円を稼げるスキルを身につけることを目標にしています。目標を達成するペースなら半年のサポート期間のうちに回収してますね。また仮に半年後に月額10万しか稼げなくても、その後6ヶ月で60万の利益です。期間は人によるので約束できませんが、焦らずアドバイスを実行できれば、のんびりした壁ペースでも1年以内には回収可能ですね。 質問の6番目。Amazon 仕入れ、ヤフオク販売の無在,無在庫転売で稼げますか、まあ、便利な割に、えー、決して安くはない Amazon、えー、から仕入れて、世界一の安売りが行われ,行われているヤフオクで販売して儲ける。これは下りエスカレーターを駆け上るような無理のある転売モデルですね。えー、稼ぐ人は少数派でしょうし、稼ぎ続けることは難しいでしょう。 7番、中国仕入れ。日本アマゾン販売で稼げますか、えー、世界一品質にうるさい日本人に品質を気にする人は買わない中国製品を販売する。こちらも無理のある転売モデルですね。まあ、いろんな転売方法がありますが、一番魅力的なのがオーストラリアアマゾンを利用した輸出ビジネスです。まあ、だから、ね、アメリカからオーストラリアに乗り換えたと。まあ、オーストラリアは、まあ、住んでて思いますけど、 まあ、つくづく物が高いし、えー、気の利いたもんはないし、えー、買い物してても楽しくないと。まあ、アマゾンでね、えー、快適に買えれば、まあ、これはかなり受ける、ね。まずは本領を発揮してませんけど、システムはきちんとして、えー、シドニーと、えー、ブリスベイにもね、えー、FBA が稼働したら、まあ、おそらくもうアマゾン独人勝ち状態になります。まあ、そうなった時ね、えー、日本の安くて高品質な商品をオーストラリアに輸出するというのは、 まあ非常にもう、え、火を見るより明らかに稼ぎやすいということが言えるんでね。まあ今のうちに Amazon 質参入することをお勧めします。